ここでニュースをお伝えします。今日、奈良市で参議院選挙の街頭演説中に拳銃で銃撃された自民党の安倍晋三元総理大臣が先ほど亡くなったと自民党関係者が明らかにしました。自民党の安倍晋三元総理大臣が亡くなったと自民党関係者が明らかにしました。安倍晋三元総理大臣は今朝11時半頃、奈良市内で参議院選挙の街頭演説中に拳銃で撃たれ、 用題について心肺停止の状態だとこれまで明らかになっていましたが、先ほど自民党関係者が安倍元総理大臣が亡くなったと明らかにしております。入ったニュースもう一度繰り返しとお伝えします。自民党の安倍晋三元総理大臣、拳銃で撃たれて治療が続いていましたが、亡くなったと自民党関係者が明らかにしました。以上、ニュースをお伝えしました。